オリックス、小田島成田つオリックスは30日、小田島清流投手25の背番号を来季から35番に変更すると発表した。日本通運からドラフト6位で入団した小田島は、今季97番を背負い、開幕から中継ぎの一角として活躍。プロ野球記録に並ぶプロ初登板から22試合連続無失点を記録するなど、登板を重ねるごとに存在を高めた。最終的には50試合に登板し、2勝1敗、防御率 0.79 と好成績を残したことで、球団から背番号変更を打診された。新たに背負うことになる35は、今季限りで現役を引退した氷川きよし貴士、41が長らくつけていた番号ということもあり、打診された時は担当スカウトや氷川本人がいろんな人に相談したという。それでも先輩右腕の背番号を受け継ぐことを決意し、正直氷川さんの番号でなければ変える気はなかった。継承できるのは嬉しいし、すごく光栄なことと喜びを語った。